まずい。これはまずいことになったな。どうするか。おお、旅人。これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし召だろう。凡人を助けるため風神が使わした使者よ、どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかモカモカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな、お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。君にも風神のご加護があらんことを。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。お宝。手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝ガイア、それはどんなお宝だ？金塊か宝石か？金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。のほほ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。いやあ、信じがたい大冒険だよな。これぞ海賊のロマンだろ。うわー、すごい、すごすぎる。だが近頃ある砲塔団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら真剣もきっと。そりゃダメだ、悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。
くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあどうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろよう、冒険者協会へようこそ。よう、冒険者協会へようこそ。おっと、そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや銀髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか。アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？情報提供？めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。ちょ、戻ってきたか。何かわかったか。はあ、冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。当然だな。わ、いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。助かる、頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。
そこ見ろ、あの子が危ない。安全距離確認。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前がちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん君は命の恩人だもの。やったー。でも結局得するのはガイアじゃないか。情報料は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っているね。それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はぁ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん、旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ、頭は切れるみたいだからな。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ひひっ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまずオイラたちで考えてみようぜ。いや、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものといったら、おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。ああ、言われてみれば。あとは簡単だ。3本の風車のうち、神の像の近くにある2本が神の像を守る巨人、残りの1本が守っているものこそ、おそらくお宝。オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう、その風車のところまで行ってみようぜ。
女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。頭の使いすぎだな。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何か分かったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。そんな恥じらいのないやつモンドではもう見かけないと思うがな。まさかお前の趣味か。これは失礼、他人の趣味に口を出すべきじゃなかったな。おい、こいつを何だと思ってるんだ。でももしそうなら情熱的なのは泉じゃなくて入っている人の方じゃないか。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。Hehehe
それ。安全距離確認。封じ。これ。これで謎はすべて解けたぜ。大変だったな。それより。この宝の地図、ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、さすがオイラの相棒、全く同じことを考えてたぜ。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた宝刀団とかいうやつらにな。オイラはただその噂の剣をこの手に。でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。大丈夫だから、さっさと行こう。お宝が待ってるぜ。この瞬間、お前は永遠。吸引テスト開始。超拡散形態。おとなしくしやがる。Thank you.
手分けしてこの辺りを探そうぜ。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内ご苦労さん。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ。ふん、でもオイラは諦めないぜ。おい、そこの盗賊、オイラたちが抵抗しないとでも思ってるのか。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと。おお、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝。悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。おとなしくお縄につきな。え？お宝がない？今お宝がないって言ったか？やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをした。おい騎士、何とかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、わかった。ちゃんと罪を認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残酷。何伯爵。やっせ。消えるんだ。この瞬間、お前は7号式モジュール。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。
こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に放蕩団を捕まえられたんだからな。うぅ、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ、わかったわかった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この件は夜を切り裂く勝利への仏行神剣。名前の通り、光と勝利を象徴する剣だ。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だって言うなら分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。それじゃ、俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。